こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはアウトドアブランドで有名なシェラデザイン、そのシェラデザインから新しくリリースされたこのモッズコートタイプ、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。この商品を紹介する前に、このシェラデザインがどういったメーカーなのかというのを、まあ、簡単ですけども、歴史を紐解きながらお話をしていきたいというふうに思っています。まずこのシェラデザインというのはアメリカで1965年に生まれました。その、制作者の方というのは2人の青年がいたんですね。1人は、ジョージ・マークス、もう1人がボブ・スワンソンという2人の青年が立ち上がったと言われています。この2人の青年はもともとアウトドアショップの店員だったんですが、自分たちの趣味としてそのキャンプとか登山とかをしていたわけですね。そしてその自分たちの経験値をもとに自分たちが理想とするジャケットを作ろうということで立ち上がったのがこのシェラデザインになります。そしてその1965年に立ち上がったんですが、3年の、その研究日数を含めて1968年に初めて、64クロスマウンテンパーカーというのが出来上がったんですね。それが第1号と言われています。その64クロスマウンテンパーカーが全世界に広まったのはその生地のことなんですね。この64クロスと言いますけども、これをちょっと詳しく説明をすると、いわゆるその64クロスの6っていうのは、コットン、綿が 60%、 そしてナイロンが 40% の比率で作られたこの生地のことなんですね。この生地っていうのはその非常に強度があるということ、そして、登山とかに非常に向いているということなんですね。これどういうことかというと、まずその横糸に綿が 60% 使われているんですけども、この綿というのも30番手という非常に強度のある綿で作られています。そしてまたそのナイロンですね。そのナイロンというのも非常にその高密度で織られた強度の高いナイロンで作られている。それが 40% で作られている。この黄金比ということなんですね。なぜこの黄金比と言われるかというと、その機能なんですね。やっぱりその、登山をしていると、その山というのは非常にその、天候が左右しますよね。ガラリと変わります。突然雨が降ってきたりしますよね。その雨を、ジャケットの生地が、その雨を含んだ時に、このさっきの 60% のコットンが膨れ上がる、膨張するんですね。膨張するということは、その糸と糸の隙間を密閉してくれます。密閉することによって、さらに今度その雨を中に入れないようにするわけですね。そしてさらにその 40% のナイロンが入っていることによって、よりその撥水加工、雨を弾く加工が、作られているということなんですね。これね、撥水加工であって、完全防水ではありません。完全防水ではないんですけども、ある程度の雨を弾いてくれるっていうこと。その生地が出来上がったのが、今から50年も前ということですね。もう50年前にそういうふうな機能が出来上がっていたということです。そしてさらに言うと、今度その天候が今度良くなってきて、晴れてきます。晴れてくるとこの生地は今度は乾いてきますよね。乾いてくると今度その膨張した面が元に戻ろうとします。元に戻ろうとすることによって今度糸と糸の間に隙間ができて、今度中にこもった湿気、私たちが発散する汗とか、その湿気、中に入っている湿気が外に出ようとするわけですね。ですから雨にも強く、雨にも雨を弾いてくれるし、私たちが発散する汗、中のその湿気を外に出してくれる、そういった機能がこの生地には作られているということなんですね。それがなんと50年前にもう出来上がっていたということが、もう素晴らしい発明だったということなんですね。それがこのシェラデザインが全世界的に認められたというのがこの生地のことなんですね。それでは商品のことに関してちょっと説明していきたいというふうに思っています。まずはカラーですけども、カラーがこのタンという色ですね。タンという色とオリーブの2色展開、サイズは M サイズになっています。まずはこのタンですね。こういった色合いになっています。で、先ほど言ったその64クロスっていうね、この丈夫な生地で作られている、ちょっとシャリ感があるような、こういう風なシャリ感のある生地、結構厚みのある生地ですよね。そしてまたこのインナーにももう一枚このナイロン素材、薄いナイロン素材が、インナーとして使われています。そして、このタイプを見ていくと、まずはこのフードの部分、このフードの部分がちょっと立体的なフードになっていて、その中にはこのドローコードで調整するようになっています。そしてこういうふうにジッパーになっているタイプ、ジッパーになっていて、さらにこのスナップボタンで留めるようになっていますね。そしてこれ形ですけども、形は先ほどのモッズコートタイプと言ったんですが、正式名称は、フィッシュテールパーカーで、フィッシュテールパーカーというのはいわゆる、魚の尾びれに似ているということですね。どういうことかというと、まずこの、身幅の部分、この身幅の部分よりもこの裾に行く、下に行くに対して広がっているタイプ、これがフィッシュテールパーカーと言われている。こういったちょっと広がりのあるパーカーですね。そして前身頃よりも後ろ身頃が長いタイプですね。
こういったところ、こういったところもフィッシュテールパーカーの意味ですね。こういったタイプになっています。そしてもう一つの色合いが、これがオリーブカラーです。オリーブカラーですね。こういった色合いになっています。そしてこの袖の部分を見てほしいんですけども、袖の部分、ここにこのつなぎ目、大体こうつなぎ目があるんですけども、このタイプはつなぎ目がないラグランタイプ、ラグランスリーブだと。このラグランスリーブっていうのは、よりこの腕を動かしやすいようにというふうなカッティングがこのラグランスリーブになりますね。そして袖のところを見てみると、この袖のところにはこのマジックテープで調整するようになっている。やはりここでもその、雨風が入ってこないように、ここできちんと止めるようになっているタイプですね。そしてポケットの部分を見ていくと、このポケット部分は大きめのポケットが作られているんですね。大きめのポケット。そしてポケットに手を入れてみると、この裏側、この裏側にはこういうふうなフリース素材、フリース素材で入れられている。だから手を入れたところに非常にぬくもりを感じるのがこのポケットになりますね。そして中を見ていくと、こういったところね、内側にポケットがついていて、ここには先ほど64クロスの証がこういうふうに出来上がってますね。そしてそのシェラデザインのこのマークですけども、これ70年代のマークが復刻されているというタイプですね。こういうふうになってます。そして、ここに USAS と Japan M と書かれている。これ、いわゆる現行モデルのマークですね。こういったようになります。昔のその、70年代、80年代のシェラデザインというのは、こういったマークは作ってないんですけども、これはいわゆる現行モデルということで、Japan M というふうに書かれている、このタイプですね。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいんですけども、私身長168センチ、60キロの体型で、それぞれ M サイズ、M サイズを着てみて、どういった雰囲気になるのか、ちょっとね、あえてこれゆとりがあるようになってますね。日本の M サイズというふうに書かれているんですけども、これちょっとゆとりを持って作られている。これどういうことかというと、ビジネスのね、ジャケットとかスーツとか一緒に合わせてくださいということで、あえてちょっとゆとりがあります。例えば私がシャツとかベストを着ている、この上にもう一回ジャケットを着るんですけども、このジャケットの上からこれは着れますよということで、少しゆとりを持った作りになっています。それではどういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I...今回はアメリカのアウトドアブランドシェラデザインから、このフィッシュテールパーカー、こちらを紹介していきました。この商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はシェラデザインから新しくリリースされた、フィッシュテールパーカー、こちらを紹介していきました。